ひ田の乱は、欧永十八年に起こった、ひ田国北部における反乱である。欧永ひ田の乱とも言う。十五世紀初頭、ひ田国氏の姉が工事家は、小島や古川や向井家の三家に分裂していた。当時、小島氏ことが、宗家の当主として在京した一方、古川院綱がひ田国氏に干せられて、ひ田に在国していた。室町幕府は、 宗家の小島家を優遇したため、古川家は不満を抱いていた。欧永18年、陰綱は南北領朝の合体条件の不利行に関する日田の山品家領をめぐる争いもあって、古川城にて挙兵した。そして、小島家と幕府との中を取り持つ向井家を打つため、小島城と高古島城を攻撃した。これに対して、幕府は飛後、 京国高光に、陰綱の追悼を命じたが、高光は病床のみであったため、弟の京国高崇が総対象として、両国の軍勢を率いて、討伐に向かった。また、越前からは、芝氏の悲観であった海氏、朝倉氏が、品野からは守護、小笠原持町が幕命を受けて出陣している。幕府軍五千に対し、陰綱は、竹安豪の広瀬港道上上主。 広説恒等の協力を得たが、国士側の兵力は五百ほどであった。激戦の末、インツナとジョー・ノボルは敗走し、最後は共に打ち取られた。インツナの戦死後、インツナの子、マサイエは、宗家の当主、小島仕事に引き取られた。子とはマサイエを、自身の子、持ち子と、兄弟同様に育て、マサイエの成長後には、古川家を再興させた。 飛騨の乱は歴史の表舞台には出てこないが、姉が光うの歴史を語る上では重要視される、史実である。ありがとうございます。